ベルガースは、マーセデス・ラッキーの、バルデマール年代記の舞台となる、架空の世界。世界の名称については、作中ではほとんど言及されず、バルデマールの死者三部作においてわずかに現れるのみで、ある。本校において、イコールが多用されるが、これは、正門閉鎖音を表している。以下において、BF、バルデマール建国前、AF、バルデマール建国後である。 ベルガースでは神や女神が息づいており、信仰の対象ともなっている。しかし多くの場合において、女神が主であり、代用する女神が作中で語られることは、ほとんどない。多神教がある字ではあるが、一神教がないわけではない。基本的に神が地上に介入することはないが、それは地上に争いを持ち込まないためだとされている。本校においては、特に区別する必要がない場合は、 女神と記す。魔法は他者の力を行使する魔法と、己の内なる源から引き出す、心理魔法に対別される。また、稀にではあるが女神が直接力を及ぼすこともある。女神が直接力を行使する場合、あるいは大地のまじないなどを除き、魔法や心理魔法を行使するには生まれ持った素養が必要である。典型は訓練によって引き出すことができるが、 最大限に引き出した場合の限界は、生まれ持った素養によって決まる。ほとんどの死者、魔法死者は強力な典型を1から2種類有して、いるのみで3種類以上同じ強さで備えているものは、滅多にいない。また、典型が目覚める場合は、多くの問題が発生する。また、達人になれば別だが、多くの魔法は代償を必要とする。これは、 強大な魔法ほど顕著で、多くの場合、講師者本人の疲労という形で表現されるが、異世界の存在を召喚した場合や、直接女神の力を望んだ場合などは別の代償を払う必要がある。魔法には脱色作用がある。特に光点から力を引き出すものテーレグラスのように金目石の近くで暮らすものは強い影響を受ける。達人は顕著で、 中には10歳で完全に脱色された者も,もいる。人間や動物にかかわらず、毛が白く、目が青くなるのが特徴。以下ははっきりと魔法とは言えないもの、あるいは蒸気に分類できないものである。C イコール A イコールインは、ドゥリシャ平原の遊牧民。一般的には、金色の肌、黒髪、青い瞳をしている。総じて評判な戦士であり、優れた機種である。 馬の後輩で有名で、その血統の馬は高額で取引されるが、純血種は、C、神イコールエイコールインに何らかのつてがないと、まず入手不可能である。普通神イコールエイコールインは魔法を一切使わない。祈祷師、治療者は数少ない例外である。これは、女神との制約の一部である。彼らの中に典型を持つ者が生まれると、祈祷師となるか。 ヒレドラスに預けられるか、またはその典型を封じられなければならない。ンイコールエイコールインが彼らの馬のことを何と呼んでいるかを知れば、その愛情といかに大切にしているかの一端が伺い知れる。ジェルイコールスーエイドリンと呼ぶのだ。中でも、種馬や、ン馬と呼ばれる種は特別で、ンイコールエイコールインが手放すことは、絶対にないと呼ばれる。絆の鳥をともとし、 その多くが魔法使いであり、非常に老化が遅い。彼らは女神にペラジールの森の歪んだ魔法を浄化することを制約しており、浄化が済むと一族ごと移動してしまう。そのため新イコール A イコールインからも謎を大きく存在と思われている。危険地帯の中で彼らは国と呼ばれる魔力で遮蔽された安全地帯を形成し、大半はその中で暮らす。内部は 気温も一定で冬でも暖かい。豊かな緑が茂り、温泉も湧き出している。大樹にエテレと呼ばれる家を作り生活している。構造的に上層ほど風の影響を大きく受けるため、住まいのための家は下部に作ることが多いようだ。バルデマールで同性愛者を意味する言葉の一つがティレドラス語に由来するように、開放的なことでも知られている。気に入った相手に、 鳥の羽飾りを送り、相手が受け取って、紙に編み込めば、成立となる。力のある魔法使いは、ヒクテスータのようだ。品種改良により、ディレグラスと、魂の絆を結ぶことができるようになった鳥類。その多くは、猛禽類である。神話で話すことができるが、大抵は、鳥類相応の会話しかできない。魂の絆で結ばれているゆえ、 絆の友と感覚を共有したり、魂を完全に一体化してしまうことができる。ただし、後者は危険のため滅多に行われない。ありがとうございます。